在宅勤務の増加で机周りの配線に注意が必要です。 NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、テーブルタップや延長コード、電源プラグなどの事故は2019年度までの5年で558件起きていて、その多くが火災につながっています。自宅で飼っているペットの尿がテーブルタップにかかり出火したケースや、掃除機の電源プラグが使用中に引っ張られるなどして変形し、接触不良から発火したケースもあります。 NITE では年末の大掃除の際に、電源の周囲にホコリや水分がないか、使用している器具に変形や破損がないかなどを点検するよう呼びかけています。